バニョレイジョは、イタリア共和国ラツヨ州ビテルボ県にある人口約3600人の基礎自治体。崩壊により、絶壁となった岩山の上に残る中世都市、チビタデバーニョレイジョの得意な景観で知られる。ビテルボ県のコムーネ。県とビテルボから北へ 23km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内の TR は、 テルニケン所属を示す。古代にはノーベンポギーやバルニアムリージアムと呼ばれた。中世にはバッジナーの名で呼ばれた。6世紀から9世紀にかけてのイタリアが異民族の侵入にさらされた時代、この都市は東ゴート族やランゴバルド人によってしばしば奪われた。カール大帝はこの都市をパトリモニウムペトリの一部に含むべきであると言い,い、大帝の後を継いだ。 ルートビヒ一世は822年にこの都市を強行領に編入した。チビタディバーニョレイジョは13世紀の神学者ボナベントラの出生地として知られる。バニョレイジョには以下の分離集落がある。国立統計研究所によれば2001年国勢調査時点での居住地区別の人口は以下の通り。ありがとうございます。